久保さん髪の,髪の毛が。ないですよ髪の毛が髪の毛どんどん薄くな、なんかどんどんもうなんかほら、もうなんか芝生空いてるよみたいな。ねえ、これ、すごいな。今回デリケートゾーンにしましょうか。デリケートゾーン。<laughs> あの、なんか触れ,ふ触れられたくないところってあるじゃないですか。でも触れられたくないところって、どっかその修正するか、 んなんかしないと、あのー、まあ、僕はハゲていく。まあ、一応ね、育毛剤使ってるんですけど、あの、リアップ X5 にしようかな。<laughs> あれ買おうかなと思ってるんですけど。<laughs> 今違うやつ使ってるんですけどね、リアップでも高いんで、でこんなちっちゃいしね。うーん。まあ、でもその、触れられたくないところ、まあ、お金の問題ですよね。まあ、デリケートゾーン、カッお金にしときましょうか。ま、あその、 その分かってるんだけど、分かってるけども触れられたくない、言われたくない。かその手取り14万で昔こうやり取りしたんですけど、手取り14万で堀江さんでね、一回バズりましたけど、多分それ分かってんですよ。堀江さんから言われなくても、多分誰から言われなくても、多分分かってると思うんですよ。手取り14万じゃきついなと。このまま大丈夫かなって分かってるんだけど、言われたくないんですよね。だからそのデリケートなところをどう自分で克服していくのかっていうのが、 うん、大事なんじゃないですかね。デリケートゾーンをデリケートのまま終わらすのか、それとも強みに変えるのか、それとも克服するのかっていうのが結構大事なんじゃないかなと思います。まあ、もしくはね、あの、綺麗さっぱりね、あの、松山千春みたいにこう、剃っちゃうみたいなね。あ、もうすごいですよね。もう剃っちゃったみたいなね。<laughs> ま、どっちかしかないですね。克服するか剃るか、みたいな。いってらっしゃい。